1> 第1課の。ドアはいつも開けっぱなし。わはい。チエでーす。まりでーす。二人合わせて。でコボコです。うん、はい。ごめんね。また、まり、あ。今、何を落とした?。<laughs> ごめん。特に何もなかったんだけど。うん。 なんかさ、自己紹介する前にうちらのでっこぼっこですっていうのを言う前になんか言おうとしたよねごめん、ちょっとごめんねもう、早速、名前も言う前にオープニングトークいくつもりだったちょっと行くつもりだった、ごめん先走りすぎだよねすっご先走りすぎだよね自分でもあ、行っちゃったって思ってたあのね、ちょっとね、計画とね、これはね、ずれるよ結構いろいろごめんね私、二分間それでいじり倒してもいいんだよ、別にオープニングトーク分 それはちょっと私は美味しいけど聞いてる人は早くしろよってなっちゃうからじゃあ当初の当初ね言おうとしたことを言っ戻りますかはいめんなさいましたありがとう。でね急なんだけどちえちゃんは一番好きな季節何かな 私は秋が好きです、うん、食べ物が美味しいからです <laughs> 理,理由はって言う前に言っちゃった、ね、自分でね、うん、だってどうせ聞かれることだしあ一,一つにまとめちゃおうみたいな感じだったのマリコはありがとう聞いてくれてありがとう私ね春が一番好き、うん、なんであのね私生まれたのが五月だから、うん、私五月は春って言い切りたいから春、うん、あ五月って初夏じゃないの <laughs> うん春春か春うん分かった分かってくれた分かったじゃあ誕生日はいつもなんかやってもらう感じやってもらう感じだねあいいねだから春が好きそんな感じそうそうそうなるほどねさすが分かってるねまあでもこれからは秋の時期だけどねそうだね秋秋もいいもんねうん私も秋好きだよもも美美味味ししししいい栗 サンマも美味しいしうん、そうだねうんよかった、なんか全部なんか栗とかなんかなんでそこら辺なんだろうと思ったけど栗が好きなんだあそっかそっか芋が好きなんだよでも甘栗、そういえば食べてるイメージあるもんねあ、まじか結構食べてるイメージまた甘栗食ってるこいつって思うもんはい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 では早速ね、はい。次のコーナー行きましょうかね行っましょう、はいはいえ次のコーナーは、松田一家の矢主様わー このコーナーは前回もやったんですけども前回の時はまだコーナー名がなくてそうなかったはいまあ姉さんの特徴をねあげるコーナーでございます10秒くらいで終わっちゃうと思いますがさあ行ってみましょうはいはいどうぞあっ私か私だから前回言ったっちゅうねごめんねえっとね家主様は姉さんは姉さんは白が好きだと思う白かそういつも着てる洋服白いもんああまあ確かにねジ天使 姉さんマジ天使あのさ姉さんが若干うしらわってるからやめよキリキリ姉さんマジ天使キリみたいなマジかうんえじゃあ私のイメージカラーはえそこえっと千恵ちゃんはねあ緑緑超緑ああなるほどねまあ私の中でのマリコのイメージカラーは赤だけどありがとうだと思ったよかったよかった はい。はい。今日は <laughs> たったこれだけのコーナーっていう。そうですね。ねたったこれだけのコーナーでございました。はい。はい、じゃあ、はい、次のコーナーいっちゃいますかそうですね。はい。で、こぼこの、アイドル、アイドル はい。えっ、ー、と、このコーナーはね、私が説明でするね<う>あの。今の、今の自分よくやった。マジかっこいいって思ったこととか、自分、今の自分超可愛い,い。もう本当可愛い。もうありがたいくらい可愛いって思ったね。ちょっとした、<ー>本当にね、本当に些細なちょっとした嬉しいこととかね、うん、自慢したかったことを、うん、みんなから報告してもらって、うん、うちらみたいにアイドルになっちゃおうっていうコーナーです。ああ<ー>。ーまあやっぱりうちら。アイドル。 やばいねアイドルですからそうそうじゃあまずはねじゃあ見本としてうちらが最初になんかアイドルっぽいことを言おうああそうだねうんちいちゃんんかある私が超かわいいって思うのはやっぱりほらファーだよねファーファーあの洋服とかについてるモコモコしたあのファーあああのファーがメイクファーうんうんだと思ったゴルフのファーだと思ったファー 違うからね。だから、ファーと思って、なんだろう、どのファーなんだろうと思った。うん、そのファーじゃない。よかったよかったよかった。フェイクファーのファー。そうね。ラビットファーとかのファー。確かにあれ、可愛いもんね。可愛いよね。うん。確かにあれ、アイドルっぽいからね。アイドルっぽいでしょ。ぽいね。頭にさ、つけちゃった感じだとさ、なんかもうすんごいさ、やべ、超アイドル、超可愛いマジもうえみたい感じじゃん。確かに。あれ、超アイドルだね。やばいっしょ。セレブと間違えられそうだけど、アイドルに。さすが。やばいね。 ちなみにね、私がね、アイドルだなって、私、まじ、今日う、今日超アイドルって思ったのが、よく買い物とか行くじゃない。そんで、あのやっぱ、当たり外れがある人がかあるじゃない、やっぱあるね、あるある。それで、なんかまあ、欲しいものが、なんか見に行って、全部あって、全部買えたとき、あれも私、あ、今日アイドルだって、本気で思うわ。あー、なんか、必要なものに巡り合えたその時そう。うちら、まじ、アイドル。 っって感じだだたんよなるなるなるあれほんとアイドルだねあれはアイドルだよほんとにもうなんか地味に誰にも自慢することないけど地味に嬉しいんだよねわかるあるよねあるあるほんとにそういうのあるあるっていうあるあるを皆さんもどうぞどしどし送ってくださいはいはいいやまああとはあれだよねはいこの間のねライブそうライブ出させてもらってねえう嬉しかったね 嬉しかったね。まあ、何のライブか。つイちゃん説明。何のライブだっけあれ。<laughs> あのね、ちょっとね、記憶力が乏しいんだよね、私。<laughs> えー、なんだっけ新宿でやったね。そう、新宿の。の、なんだっけドリームキャッチ。そう,そう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 。20。ボリューム20。そうそうそう,そう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 。20がかん、あの、なんだっけあれで言えない。英語で言えない。私。あ私も言えない。 うちらはやっぱりアイドルだね頭の中もさすがアイドル頭もアイドルすぎてびっくりしちゃうねうちらね超可愛いうちらの頭マジアイドルやばいでねそれをねライブのあのオープニングアクトそうですね一曲だけだけど一番初めの盛り上げる役として一回出させてもらってそうですねそうですねどうでしたえ出た感想ですか出た感想出た感想としては やったうちらやったアイドルやってやったぜみたいな <laughs> アイドルなのにやってやったぜやってやったぜみたいな、うん、あでもわかる私もそんな感じだった、うん、も出た瞬間のみんなの眼差し、うん、なんだこいつらっていう目、ん、がこいつらアイドルに見えた、うん、あーまあアイドルが出てきたみたいな感じになった確かるわかるわかる やっぱりうちら可愛かったよねうん超可愛かったねなんて言ったってあのアイドルの衣装だからねそうアイドルだからねやばかったよねまあそのアイドルの衣装が見たい人はねね12月にあるから見てくださいって感じだからねそうですねでなんかさそうあれよ何あの前回のラジオを聞いてくださった方がいてあうそ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 れでなんかうちらに声かけて。 そうなのよとても嬉しかったそう皆さんのねお見送りしてる時にそう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 オ聞きましたそうそううちら多分反応全く一緒だからね「えみたいな同じ動きをしていてそうびくみたいなねすごかったよねそう嬉しかったねあれはすごく嬉しかったねしかも笑顔でニコニコとそう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 いやなんかこんなんでいいのかってちょっと思ったけどいやまあでもほらうちら的にはみんなの笑顔が 活力うんそれはねだからもうねやっぱそういう方もいてくださるからうちらもこれからもまだ頑張っていこうとそうですね頑張っていかねばならんわけでうんそういうわけであそうだそれで前回の MC でねライブやった時にあそうだねなんかブログがあるんですかみたいなこと聞かれてそうそうそううちらの告知する媒体がうそうそうそう。 <laughs> まあ大変なことになっていまして私たち個人でしかブログをやっていなくてですねそうなんですよそれで、うん、まあ私の方だけとりあえず告知こちらでしていますって言わせていただいたんですけどもお知らせさせていただいたんですけれどもうん、うん、それではいかんだろうとそうねデでこぼこ会議の結果でこぼこ会議の結果それではまずいうんまずいと至急ブログを作るべしと作るべってなりましてうん 作りました。作りました。わー。よかった、更新が。ねえ。で <laughs>、うんえと、そのブログの肝心のブログタイトルは、うん、えー、でこぼこな道と言います。<laughs> そのままって感じですけど、はい。このタイトルのネーミングセンスは全部ちえちゃんです。はい、そうですね。全部ちえちゃんです。そうですね。なりそうな感じでしょ？ちょっシュールな感じが。シュールっていうなし。大丈夫。私シュール大好きだから。あ、そう。そうそう。大丈夫大丈夫。いけるけど。まあ私の自分のね、ブログタイトルもなんかあれな感じだし。行っちゃダメ。そういうこと行っちゃダメ。オッケー、オッケー。そうそうそう。でね、検索の方なんですけど、一応アメブロさんの方で、はい。アメーバブログで、はい。やらさせていただいてまして、はい。 えとプロ私の携帯の方で検索したんですけど、はい、プロフィール検索ででこぼこですって検索すると一発で出ますね。はい、それ以外の方法、調べ方がちょっとよく分かってないんですけど、そうですね、まあえー、と今日あたりにでも私、あれ、なんだっけ、<何>プロフィール画像にでこぼこのイラストだったり、前回のその。 うちらがラブラブチュッチュしてるような感じの楽屋写メを載せたりとかしますのでそれでああこんなやつらかあいたいたいたみたいな感じで見ていただければうれしく思いますじゃあそんな感じで、はいえー、もう一回言いますよ「アメーバブログ」で「プロフィール検索」「デコボコ」ですこれで出てきますので、はい、どうぞどうぞ見てやってください、はい、え12月にやるといったライブの告知もそちらで。 行います、うん、もし何か凸凹でやる時があったり、うん、まあ個人でやる時もそちらの方にちょいちょいと告知をしたり、はい、まああとはつぶやきだったり、はい、くだらないことだったりそう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 そんなものをね更新していこうと思っておりますのではい、はい、どうぞ皆さん見てやってくださいはいうちらも更新頑張りますはいはいえーとあとはなんかいいことあったっけあ募集 あああ募募集集りがとうちょっと忘れてたごめんねダメねごめんそうねあのうちらもちょっとネーミングセンスがあれなのでそうなのよねちょっとね残念な感じだからちょっと、皆様のちょっと力を借りたいなとそう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 なんかラジオでね一番最後とか始まりとかの挨拶まあ始まりの挨拶は知恵ですまりですでこぼこですがあるからまあいいとして それ以外にこうなんかお別れの挨拶みたいなものをね、うん、作りたいなと思ってるんですけども、うん、まあいかんせん私のネーミングセンスとマリコの言葉の知らなさが <laughs> それ言わんでいいでしょ別にあれ,あれ言わなくてよかった, <laughs>、うん、たもういいよ、うん、何言おうとした、うん、何でもない o k ケー,オッケーそうそうそう,、うん、そうだからね皆様にねそうと最後のお別れの挨拶を 考えていただけたら一緒に考えてもらえたらいいなって思ってますなんかねうちらはねもう皆様と一緒にコーナーを作っていこうぜ的なそういこうぜ的な的なやっぱりほらアイドルだからみんなと一緒に関わりを持ちたいのよそうアイドルだからなぜならアイドルだからそう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 そんなわけでメールフォームからそうねブログの方でも。 あ、そうですね、受け付けておりますのでそち、うんはい、そっち、ね、デコボコ用のアドレスをちょっ作ったので、はい、そちらに送ってくださってもはい、全然大丈夫ですではでは肝心の、えー、メールフォームなどのあれ言ってああ言ってえっとねそれじゃないね <laughs> ごめん私ないかもしれないねええー、あるでしょえー、っとなんだっけあの普通のお便りとかのああ のああそれねあっちも一応言っとかないと噛んでる一応これ私噛んでねえ私噛んでないそれも最後に言えばいいんじゃないのかなうんでも時間的にそろそろ言ってもいいんじゃないかなそっかそうだね完全にこのちょっとグダグダになっちゃったけどまあ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 早く言ってくださいはいごめんなさいはいえっとねはい 普通のお便りとかねコーナーのデコボコのアイドルアイドルや普通のね質問励ましのメッセージなどどんな些細なことでも愛を持って受け止めますはいですのでどうぞこちらのアドレスまで送ってくださいそのアドレスとははいすべての宛先は matsuda-ikka-i a t o s u t a.com もうかいますね、えー、松田いやまぁすいません松田ン一かアットマークアトスタドットコムですねはいよくできましたやった、えー、各ホームページのメールフォームも活用してくださいねはいお手りとかねいろいろ待ってます、はい、とすべて愛を持って お答えしますので、はい、どうぞ送ってください、はい、それでは今週のお相手はちえですまりです二人合わせてでこぼこです,ココですあごめんでこぼこでしただよね <laughs> そうだねごめんねはい、えー、次回は、えー、早口言葉が得意だ、されます早口さんです